今年で18回目となるケーブルフェスタは、東海地方のケーブルテレビ局が一堂に会するイベントで、各局のアナウンサーがパフォーマンスを披露し、地域ご自慢の景色やグルメを PR して盛り上げました。また会場には各チャンネルのブースのほか、今年は初めて東海地方の人気の特産品などを集めたブースがおよそ30点並び、家族連れなどでにぎわいました。このイベントは明日も開かれます。